こんばんは。よろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました藤井と申します。動物園の近くに暮らしてます、はい。前の方は空いてまして、取って食いはすいませんので詰めていただけると嬉しいです。ありがとうございます。心優しい皆さん。もう一個前にありがとうございます。で、皆様の大事な大事な30分間いただいてお話ができたらなとは思うんです。そうですね、ちょっとこういう環境でお話しすることがなかなかないので、一緒に肩の力抜いていただけたらと思うんですけど、皆さんは幸せですか？幸せな人、あ、結構いる。すごいですね。そうですか。じゃあ広畑さん、どんな幸せですか？優しい家族がいることですかね。優しい家族がいることだそうです。 YouTube バッチリ配信されてますね。すごいですね。優しい家族がいるっていう、そのなんか受け止め自体がとっても幸せだなと思います。今日はこの幸せっていうことを、仏教的観点も含めつつ皆さんと考えていけたらと思うんです。で、幸せっていうテーマなんですけど、今日やりたいことは喪失のビンゴというのを一緒にやってみたいと思うんですね。喪失のビンゴっていうのを作ってきましたので、それをやっていきたいと思います。ちょっと緊張してるので、最初は肩をほぐしながらやっていきたいと思います。チャック開いてないかなとか気になるんですね。喪失ということ、失うということですけど、幸せというのとその喪失というのは割とセットになってるんじゃないかなと思ったりします。ワンテイクワンアウトみたいな話もあったりで、一つ握ったら一つ手を離さないといけないとか、そういう話もあったりします。喪失、いろんなところでもあると思うんですけど、例えば結婚ということも幸せを得るというような反面、いろんな立場があると思うんですけど、住み慣れたところを手放していったり、大好きな家族と別れるというか、一緒に暮らせなくなったりとか、そういうふうな面があると思うんですね。幸せをつかみつつ何かを失っていくということは、結婚でも卒業でも、あと引っ越しでもいろいろあると思うんです。そしてその何かを得るということを私たちは幸せというふうに思っていきやすいのかもしれませんけど、一時期から失うことの方が多くないですか？私、12月で39歳になるんですけど、だんだんそんな気がしてきたような気がします。あんたはまだまだよと言われるかもしれませんけど、なんかいろいろ得てきた時代から、その向こう側、まだ見えないとこもありますけど、いろいろ失っていかないといけないんじゃないかなっていうのが景色として見え始めたような気がいたします。どうですか？今ふんふんってやってくださってる方もおられて、なんとなくいろんな背景があるのかなとも思ったりします。幸せというものを得ることを世間では勧められてもいますけど、その反面何かを失っていくということも、私たちはそれを経験しないといけない。そんなことを少し前提としてお話ししてみたかったことです。で、今からやるのは喪失のビンゴをしてみたいと思います。このビンゴゲームを作ってきました。今からでも大丈夫、バッチリ間に合ってくださってありがとうございます。ビンゴゲームをしていきたいと思います。で、このビンゴゲームなんですけど、最初にお渡ししましょうね。このビンゴゲーム、ケイジュンと一緒に渡していきたいと思います。渡すときに、はい、これがあなたの幸せですと言って渡していってもらえますか？お願いします。すごい、ね、作った。じゃあ私もやりましょう。あなたの幸せです。これが幸せです。あなたの幸せです。はい、これが幸せです。あなたの幸せになります。以下どうぞ。お渡しください。ありがとうございます。これ喪失のビンゴといって作ってきました。これね、切れ目入れるの大変でした。大変全部で30枚作ってきまして、これ一個一個心を込めて切れ目を入れてきました。すごい。あ
ありがとうございます。もうこれだけでいいかな。でこの喪失のビンゴ、一般的なビンゴゲームと違うのはみんな同じことが書いてあります。一般的なビンゴゲームは数字がバラバラに記載してあるんですが、この喪失のビンゴは全部同じことが書いてあります。見ていただくといろんなことが書いてあると思います。なんとなくこれがあなたの幸せですと手渡されたもの、もしくはあなたが幸せとして大事にしてくださいと言われているものって何かなということを私がここに25個書かせてもらいました。私の主観で書いてますので皆さんの幸せにぴったり当てはまるかというとそうじゃないかもしれませんが、ちょっと見ていてほしいと思うんですね。一番真ん中が生きるということ、この生きてるだけで丸儲けという話があったりしますから、まあ、生きるというのは幸せということとかなり大きく結びついてるんじゃないかなと思ったりするんです。いろんなことを書かせてもらいました。でこうやってこれがあなたの幸せですと手渡されてはいるんですけど、これ時々穴が開くんですね。今日のビンゴの穴の開け方は前とか後ろとか人によって違うと思うんですけど、後ろから前に開けてください。後ろから前に。でこの中で一つ私が今開けてみたいのは生きるの下の肯定感ですね。これは肯定感を持っているっていうのは幸せの一つの要素かとは思うんです。自己肯定感とかいろいろあるかと思います。でもここ私結構早くの時に失ってしまった気がします。学生時代、中学校とか高校とか、まあ、そんなに、悪くない友達関係ではあったんですけど、なんかその時々仲間外れにされてしまったりということを割と受け止めやすいたちだったみたいで、僕ってダメなんじゃないかなというふうな思いを抱き始めたのがその頃だったように思います。だから私の場合はここちょっと折れてるんですね。ポコって穴が開いてます。この肯定感につきましてはこうやってポコッと穴が開いても時々戻ることはあるんです。なんかイケてんじゃねって思うような時もあったりするんですけど、このビンゴと同じように一度折り目がついたらすぐペコンって穴が開いちゃうんですね。折り目っていうのはもう元に戻りません。一度そこに穴が開くと折れやすくなってしまう、そんなところがあるんじゃないかなと思うんです。私ここの部分が開きました。ではちょっと皆さんにも自分のここが開いてるなっていうところを開けていただきたいと思うんです。ここを喪失してしまった、まるっきり失ったわけでもなくてこんな失った経験があるなっていうところ後ろから前に開けてみてください。喪失のビンゴやってみてください。どんなとこがあるきますかね。何個でもどうぞ。あ、これビンゴゲームなんですけど、ビンゴって言っていただく必要ないんです。あの一列並んだからといっていいこと一つもありません。ピーチになっても何もないです。はい、いろいろあると思うんです。信頼とか純粋さとか能力とか、3段目で言うと出世、若さ、生きる、愛、誠意。この性というのを私いろいろ最近いろいろ考えるんです。まあ、ジャニーズのこともありますからちょっと触れにくいところではあるんですけど、最近になってようやくいろんなジェンダーというのが認められて、でも私が同級生、小学校の同級生を思い出した時にその性ということ一緒の友達として認めてあげることができなかったんじゃないかなと思ったりすると、その同級生はもちろんのこと私の経験としてもここが少し折れ曲がってるのかなとも思ったりするんです。あとは性というのもいろんな皆さんのストーリーがあると思います。この間伺った話ではご高齢の方ですけどやっぱりまだ恋がしたいと、人を好きになると、身を着飾りたいと、でもそんな話を誰かにした時に気持ち悪いと言われてしまった、そんな年になってて、これって結構しんどいことなんじゃないかなとも思ったりするんですね。その方、性で表すか愛で表すかは分かりませんけど、大事にしてきたことを気持ち悪いと言われたらやっぱりそれは辛いんじゃないかなとも思ったりします。お金ですとか自由ですとか欲しいもの、地位、成功、
いろんなところが穴が開くかなとも思います。全然開かない人もいるかもしれませんね。このビンゴですが、今日ここで初めてやらせてもらったわけじゃなくて、一回お寺でさせてもらったことがあるんです。お弔問の方と一緒に開けていったんですね。でちょっと書いてあること違って、その場では、こういう開けてみてくださいという割とご高齢の方が多かったんですが、じゃあ開けてみてくださいって言ったら、みんな若さよねって言って最初に開けておってこられたのが印象的でしたね。さあいかがでしょうか。いろんなところが開くかもしれませんが、で今日私がしたいのは、私ばっかり一生懸命話すんじゃなくて、皆さんにもちょっと話を聞いてみたいなと思うんです。どんな穴が開いたか、結構あれです、おっしゃりにくいことは言わなくて結構ですし、ちょっと語ってもいいよというエピソードがあれば、こんな喪失のエピソードがあったよということを共有していただければ嬉しいんですが、どなたかいないかな。急に目が合わないな何かこれ僕開いたんだっていう人、ちょっと聞いてみようかな。こういう時に誰に声をかけようかなっていうのも難しいなと思うんですけど、一生懸命開けてくださってる長水さんに聞いてみようかな何でもいいです。言いにくいこと言っていただく必要ないです。髪型がかっこよくなりましたね。なんか聞こえましたねあ、どうぞなんかこういう喪失があったよっていうのを共有していただくと。そうですね、なんだろうな、死、一番右上の死に当てはまるかどうかわかんないんですけど、高校の時に、僕バスケ部だったんですけど、僕3年の最後の試合に僕出れなかった。そうなんですか。はい、ですよ。それで結構友達とかを見に来ててダッサーと思って、でしかもそんな強い学校じゃないんですよ、はい、だから最後しかも負けてて、で大体みんな出ていく、でも僕出れなかったんですけど、その時にちょっとその先生っていうかを本気でちょっと恨んだからっていう、そういうなんかもうプライドもなんかズタズタみたいな、っていうので死っていうのに穴を開けたかな。それはショックでしたね。そうですね。それって周りの方と話すことってできました？もう先生嫌いとかって。いや、その時はもう自分だけで帰ったんですけど、その時の晩に、ちょっとこんな大っぴらに言っていいのか分かんないですけど、ジュースでね。ジュースですね。はい、でその時に仲良かったそのバスケ部のやつが、はい、僕は行きたくなかったけど、出てこいよっていう電話を、してくれて、行ったのはすごい覚えてます。なんか死を失うのと同時に友達のありがたさみたいなのも、その時は正直友達のありがたさまで思わなかったですけどね、ぐらい結構へこんだかなっていうのは、それが死になるのかどうかはありがとうございます。皆さん拍手をいただけますか。ありがとうございます。どんどん行きますよ。いっぱい空いてらっしゃるペイさんに聞いてみたいと思います。いかがですか。大きいものもあれば小さいものもあるけど、例えば学歴で言ったら、例えば入大行って、入大の大学行って、じゃあ初めから入大に行きたかったかって、そうでもなくて、でも、受験面倒くさいなと思って、推薦あるから、推薦へ行って、考えると、どっかで諦めたところもあったりするし、大学院の後も、学士、家庭に行くかになるかっていうところ。
それは結構今も心の中で引っかかってますか。うん、まあ、それこそ、まあ、言い出したらキリがないけど、うん、じゃあその時別のところを選んでたら、まあ、それはそれでまた失うものが完全に、うん、なんか違うものがあるって考えることは。ありがとうございます。拍手をお願いします。ありがとうございます。私は当たらないよと 思わないでくださいね。それでは、そうですね、どうしようかな。ニコニコしてる。じゃあ前寺君に聞いてみましょう。はい、そうですね、まあ、私肯定感が真っ先に入ったんですけど、真っ先にないなと思って、うん、本当に。でその上で周り見たら、今純粋さとか賢さ、出世とかに結構空いたんですけど、これなくしたっていうよりもともとなかったなっていう自己認識だなと思って開けたんですね。なんか、うん、あってなくすじゃなくて、こう自分に純粋さとか賢さとか、うん、あ、地位とか勝利なんかももともと誰にも勝った気がしないので、こうそんな、なんてエピソードっていうより自分の中でふと見ると、あ、肯定感ってとこが開くと、いろんなものも自然に開いていくのかなと。ありがとうございます。拍手。では最後、一人か二人かちょっと伺ってみたいんですけど、ちょっと話してみたいなっていう方いらっしゃいませんか。せっかくだし、どうですか。せっかくだし、なかなかこんなことないし、いかがですか。じゃあ最後お一人ちょっとお話聞いてみましょうかね。どうしようかな。目が合わないけど浅野ちゃん。あ、はい、やめとこうか。いや大丈夫。大丈夫です。いや、なんかエピソードっていうほどのものは語れないんですけど、私は一番最初これ見て開けたのが安心のところが開いて、なんていうんだろう、すごい私ネガティブ、自分がすごいネガティブな性格で、結構なんか新しいことにチャレンジするときにワクワクとかよりこう不安がもうなんでもすごくて、なんかそうですね、なんか何するにもこう不安とか、失敗したらどうしようとか、なんかそういうことばっかりこう考えがちな性格なので、ちょっとこの安心のところが真っ先に開いちゃいました。ありがとうございます。ちょっと僕があなたに持ってるイメージと違ったので、そういうの持ってるんだなっていうふうに教えてもらった気がします。僕からも拍手をありがとうございます。いろんなアナロの開き方があると思うんですね。もうあの皆さんに投げかけることはないのでご安心ください。このアナ25個というふうな設定をしてますけど、今ここに多分20名ぐらいいらっしゃると思うんですが、同じ穴の開き方の人はいないんだと思うんですね。かなり似た開き方の人はいるかもしれませんけど、全く同じように穴が開いてる人っていないんだと思うんです。で、あの喪失というのはもっと細かくいけばいろんな穴の開き方がしてるとは思うんですけど、全く穴が開いてない人っておられますか。子供たちなら開かないかもしれませんけど、全く穴が開かないというのは大人になった私たちにとってはあまり現実的ではないのかなとも思ったりするんです。ここで一つポイントとして挙げたいのは、みんな何かを背負ってるんだなっていうのを私よく思うんですね。みんな何かを背負って生きている。私、福井さんがネガティブなんですっておっしゃられて、全然そういう印象なかったです。でも心の内にはそういうのを持ってらっしゃると。みんなその本当に言いたくないこととか本当に辛いことってガチガチに心の中に固めてあって見せないようにしてるとは思うんですね。でもお互い様にやっぱりどこかは空いていて、みんな何かを背負ってるっていうのは思っておいた方がいいのかなとも思うんです。言葉遣いとか人への接し方とか、いろいろ気をつけるべきことはあるんですけど、お互いに何かを背負ってるんだって人と接すると私はそこにあったかいものが生まれてきやすいのかなとも思ったりします。
なんか牽制ばっかりしててもダメですけど、お互いに何か背負ってるよねっていうことがバックグラウンドとしてあれば、関係の結ばれ方って違ってくるのかなとも思ったりするんです。そのポイントを一つ目をお話ししましたが、二つ目は、これは今ここに25個挙げているのは、これがあなたの幸せですって言って最初に私が渡させてもらいましたが、いつの間にかこれがあったらいいなって刷り込まれてるような気がするんですね。それは学校だったかもしれませんし、社会だったかもしれませんし、 SNS とかメディアとかいろんなものを通じて、はい、これがあなたの幸せですよってどこかで刷り込まれてしまってるところがあるんじゃないかなとも思ったりします。全然こんなこと、こんなものがなくてもいいのかもしれないけど、あれがないな、前田さんがおっしゃってくださいましたけど、最初から自分にはなかったなと、もうその時点で何か損した気分になると。そういった雰囲気というのがこの世界には、この社会にはあったりするのかなとも思ったりするんですね。でもこのこれがあなたの幸せですと渡されたこれ自体が私は人間の物差しなんだと思うんです。人間の物差しで、人間の社会の中で、はい、これが幸せですって渡されている。でもこうやってボコボコ穴が開いていく。ここで人間の幸せというものじゃなくて、仏様の物差しをちょっと皆さんにお渡ししてみたいと思います。もう一枚あるんです。で、このもう一枚は渡すときに、はい、仏様からのメッセージですって言ってお渡ししていただきたいと思います。仏様からのメッセージになります。仏様からのメッセージです。はい、仏様からのメッセージです。はい、板の分です。表裏になってます。カラーの方は阿弥陀様がいっぱい書いてあります。裏の方は仏様からのメッセージです。ここ改めて読んでみたいと思います。目で追っていただけると嬉しいです。仏様からはこういうふうにメッセージが届いています。私たちに、あなたの命は生まれてきてよかった命、尊い命です。生まれてきてくれてありがとうございます。この世の中の幸せに時に苦しみましたね。今生きていてくれてありがとうございます。この世界の幸せはあなたの命の尊さには関係がありません。私に出会ってくれてありがとうございます。この私、阿弥陀如来がどんなあなたも受け止め、選ばず、見捨てず、嫌わず、あなたの命は尊いと呼び覚まし続けましょう。あなたに似たり、あなたの体に満ち満ちて、あなたの命に満ち満ちて、あなたの口から南無阿弥陀仏とこぼれ出ましょう。こんな風に阿弥陀様が私たちにメッセージをくださっています。で、こっちのカラーの方をこう重ねてみてください。喪失のビンゴと、そしたら穴が開いたところから阿弥陀様が見えるんじゃないかなと思います。私たちは、これは私がと言ってもいいんですが、何かを失った時に、それは決して失いたくなかったことですけど、そこで初めて仏様という存在が、まあなんかあったかいなって思えたことがあるんですね。これは人によるとは思うんですけど、失いたくはなかったけど、幸せというものから外れてしまったけれど、でもそこで仏様ということに出会うということが私たちにはあるのかなとも思ったりするんです。仏様という方は、なんて言いますかね、私たちに出会いに来てくださってます。ずっとあなたと一緒にいるよとおっしゃってくださってるんですけど、私たちが何かそうですね、宗教的な一つの契機がないと仏様というものと出会うことはないのかもしれません。穴開きっぱなしの人生がどこかで仏様に出会うことによって、こう下支えされるということがあるんじゃないかなと思うんですね。私たちは最後にはこの世の中の幸せと呼ばれるものを失っていかなければいけません。この喪失のビンゴ、真ん中が最後に開くんですね。生きるということ、これ 100% 開いていきます。
ここが開いたら全部開いていきます。ポロポロポロっと連鎖的に1個開くことによって全部開いてしまうんです。この全部開いてしまう私たちの人生を、ああ全部失っていかなければならないんだなという人生もあるかもしれませんが、阿弥陀様という方に出会っていることによって、全部失っていかなければいけないかもしれんけど、全部阿弥陀様のその御手の上だったなと思うことができれば、ちょっとこの生き方楽になったりしないかなと思ったりするんです。こうやって全部ボコ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 と開いていってしまいますけど、そこから仏様という方が私たちには見えたりするんじゃないかなとも思うんです。こんなふうなことをお話ししたかったのが2つ目です。喪失というところから仏様に出会うことがあるんじゃないかなと思ったりします。最後ですが、この仏様カード、これだけではちょっと機能しないのかなとも思うんです。仏様がいらっしゃいますよっていうふうに言われても、この覗き穴がないと私たちはこちらに出会っていきにくいのかもしれません。仏様ってありがたいよっていうふうに言われても最初はピンとこなくって、でもこの窓があるから、この窓が機能して仏様に出会っていくということが分かってくるのかもしれませんね。日曜学校で子どもたちに出会っているとあんまりピンと来てないかなとも思ったりするんです。こっちばっかり渡してますから。でも彼らがどこかでポコッと穴が開くことによって、あ、仏様に出会っててよかったなと思える瞬間が人生には来るのかもしれません。だからこっちばっかり配ってるのも意味はあると思います。ただ私たちはこの喪失のビンゴ、穴が開く方、これ煩悩そのものと言ってもいいかもしれません。煩悩を抱えていますから、これがしんどいんですけど、煩悩がこの阿弥陀様という方を見せる舞台となってくれる、こんなこともあるのかなとも思ったりします。喪失のビンゴということでお伝えしたかった3つ目がそれです。煩悩を舞台に仏様に出会っていくことってあるんじゃないかなと思うところです。これが私がやりたかった喪失のビンゴというそんなワークショップでした。いかがでしたでしょうか。いろんな穴の開き方があったり、いろんな物語があったりすると思うんです。そしてお互い様にいろんなことを失っていかにはいけません。いろんなことを背負ってるな、いろんなことが穴が開いていくな、でも阿弥陀様がいてよかったよねっていう仲間がいるというのもとっても嬉しいことなんじゃないかなとも最後に付け加えさせていただきたいと思います。ちょうど30分ぐらいですね。あとはこの場でせっかく集えたんですから、このビンゴをきっかけにお話ししていただいても結構ですし、これなくても結構ですし、皆さんと一緒に交流が図れたらと思います。ありがとうございました。あと最後に宣伝なんですけど、私今音声配信というのをやってまして、ボイシーというんですが、それ今頑張ってやってるんです。でそのボイシーちょっともしフォローしていただけるようでしたら、カードがありますので、今日カードばっかり配ってますけどそちらお渡しさせていただけたら嬉しいなと思うところです。ようこそようこそお越しくださいました。オアシス4話の私の時間は以上となります。お疲れ様でした。何万だ